はい、皆さんどうもこんにちは、サトルと申します。今回紹介していきたいチップはこちら、エアレイドでございます。ゼロプレインを目の前に置き敵を攻撃、一発の威力は10で合計18発撃つということでね、そのまま撃てば威力は180と大したことはないんですけども、実はとある方法を使うことによってエアレイド、あのカーネルフォースをもしのぐ攻撃力を叩き出すことができます。その方法とは一体何なのか、それは実際の動画でご覧いただきましょう。はい、それではリプレイの方を見ていきましょう。ほぼ誰も使っていないエアレイドというチップ、一体どのようにして活躍させていくのか、ぜひ刮目してご覧いただきたいと思っております。さあ、お相手さん機関車トーマスということでチャージクロスになりました。そしてこちらはインビジブルによってラッシュ君をおびき寄せようとしたところ、グランドマンが応じてくれました。つるんと滑ってこんにちはということで、ロックマン同士頭をぶつけて恋が始まっていくのかもしれないということでですね、出会い頭に、マシンガンアンインストールをぶつけようとしたところですね、お相手さんね、氷パネルを利用して避けてしまいました。さあ、さらにしかも邪魔なアイスキューブを全部片付けていくというね、仕事人ぶりを見せつけてきております。さあ、さらにバスターによって、草を生やしていくというね、これはねかなりの仕事の速さでございます。こちらもね早めにキーカードを引いて、エアレイドのコンボを決めていきたいというふうに思っております。エアレイドはですね、そのまま使っても威力10の弾を18発、流すだけですので合計180ダメージ、そのまま使うには少し心もとない性能というふうになっております。ですのでキーパーツを整えていきたいということですが、代わりに解除されてしまいましたね。ですがお相手さんなんかロックバスターを撃つだけで何もしてきていないということでございます。さあ、風神ラケット等を撃ってきてますね。なかなかユニークな構築なのかもしれません。まあまずはそうですね、サンクチュアリが邪魔だということでですね、これを草むらパイルに変えようとしてきているといったことでしょう。こちらは自らが積極的に攻める必要はございませんので、キーパーツが引けるまではどんどんチップを回していって、お相手さんの攻撃をいなしていくだけで構いません。まあ、ですがそれだけではね、さすがにつまらないだろうということで、ここカラーポイントからのフルカスタムを選択してきました。在庫処理であります。さあ、カラーポイントを発動、さらにカラーポイントを発動、そしてフルカスタムを押すということですね。こちらとしてみればただの在庫処理、フリーマーケットを開催しているだけなんですけど、お相手さんから見たら謎の行動ですよね。カラーポイント使ったら多段攻撃が来るのかなというふうに思うわけですが、何もしてこないぞということでございます。で、ここでストーンキューブを置くわけです。あ、これによって、あの例のね、冤罪コンボかというとこね、わかる人はわかるかもしれません。あ、この人多分わかってますね。無残にもストーンキューブをね、一瞬にして破壊していきました。ということでね、スチールパニッシュ、溜め打ちスチールパニッシュを置くんですが、エリアはね、戻ってしまうというね、悲しい事態でございます。さあ、さらにスチールパニッシュを発動していくということでございます。お相手さんこれね、おそらく吹き飛ばされてエリアが戻ってしまいますね。さあ、これでお相手さんの疑問が氷解するわけですね。あ、カラーポイントというね、よくわからないチップを採用してるのは何のためなんだっていう風に思ったわけですけども、あ、実際のところ、あ、なるほどね、あ、冤罪コンボがしたいだけだったのでっていう風にね、安心感が生まれるわけです。その油断を私がついていくといったことでございます。さあ、もう少しお待ちください。もう少しでキーパーツが全部揃うと思います。なのでどんどん、チップを回していきたいですね。さあ、いらないチップを全部積み込んで次のターンでございます。さあ、お相手さんスラッシュクロスになりましたということで、エリアを取る準備ができているのでしょうか。ああ、危ない危ないということでね、ノイズストーンも神回避していきました。このストーンも回避できたのはかなり大きいですね。さあ、お相手さん、こちらがスチールパニッシュの使い手だということが分かったらですね、エリアが取れない、ついつい、スラッシュクロスになったはいいけど攻めあぐねているといったところでしょうか。しかもですね、ノイズストーム、外してしまったということでね、かなり攻めあぐねているご様子です。これはね、こちらにとっては好都合ということでですね、どんどんチップを回していきたいというふうに思っております。さあ、お相手さんヒートクロスによってオーラを解除しようとしてきましたね。ここで盛大に私がジャッジマンを外すわけですが、ビート君がね必死のフォローをしてくれましたね。いやいや大丈夫大丈夫、あのビートいるからとか、僕がいるから大丈夫だよっていうふうにフォローをしてくれました。そんな優しいビート君のフォローに対して私涙目になりながら実況させていただいております。
さあ、両者膠着状態ということで、これが達人の間合いかということですが、そんなことを言ってる間にオーラがなくなってしまいましたので、とりあえずね、ちょっとお地蔵さんを置いて、気分を落ち着かせますよ。さらに、デスマッチを発動することによって、お相手さんの足を奪うプレイングであります。さあ、そんなこんな言っているうちに、キーパーツすべて揃ってしまいました。ここから皆さんにお見せするのは、希望かはたまた絶望かということでございます。ということで、そろそろ決着といきましょう。ダブルポイントとアタックプラス30の効果によって、エアレイドの一発の弾の威力は100まで跳ね上がります。あとはそれを心バグ2倍で撃てば、ということですね。さあ、今か今かと待ち構えているが、このターンではなかったということで、引き続き次のターンをお送りしていきましょう。さあ、では閉幕といきましょうか。空襲警報が発令しています。発令しています。ここだということで、ゼロプレインを置いていく。さあ、逃れられない攻撃が、お相手さんを襲う。ということでですね、1700あったお相手さんの体力、一瞬にして削り去ってしまいました。実はこの状況、前段ヒットで、なんと、3600ダメージ出ます。カーネルフォースをしのぐ、この圧倒的な効果力。流行っていない今なら、なんと、使い放題ですよ。さあ、一戦目の方はですね、何もしないぞと見せかけて、一気にエアレイドで強襲するというね、鮮やかな戦法をお見せできたのではないかというふうに思います。ただしですね、お相手さんが攻めあぐねていたという状況がありますので、こんな戦法がいつでもどこでも通用するものかというふうにね、疑念の意を抱いている方も、もしかしたらね、いらっしゃるかもしれません。さあ、一戦であれば偶然。ただし、2戦とあれば必然でございます。さあ、お相手さんと私、どちらもラッシュ君とビード君の事情聴取を行っております。さあ、手の内を探り合っている。さあ、お相手さん、サークルガンの使い手だったようです。これはね、初手のバブルラップが生きていますね。さあ、ここでわざとジャッジマンを盛大に外します。そして、お相手さんの油断を誘う。誘ってからのアンインストールでございます。これは刺さりましたね。ところでお相手さん、さっきから右下の方から全く動いておりません。これは武田信玄を尊敬している可能性がありますね。動かざること山のごとしを座右の銘にしている。なるほど。ではこちらが動かしてみようホトドギスということでございます。さあ、カラーポイントを発動していく。さらにエアレイド10プラス20、これでも十分強力です。ということで、矢倉を組んだ後の玉のようにね、動かなかったお相手さん、エアレイドの強襲を受け、動いてしまいました。もうこれはね、ゲームに勝ったと言ってもね、過言ではないぐらいの嬉しさはあります。お相手さんの心情を、潰したということで、次のターンです。まだまだキーカードは引けていないということでね、一旦ここは緩和球台ということでね、ストーンキューブを使ってスチールパニッシュのね、あの例の冤罪コンボでも仕掛けてね、遊ぶことにしましょうか。ということで、次のターンです。さあ、ヘビーゲージを発動。からのストーンキューブを置いていく。さあ、動かざること山のごとしのお相手さんが前に乗り出して、後ろに戻ってきました。これは何がしたいのでしょうか。もしかしたらこれはスケートで、無邪気に遊んでいる可能性がありますね。あ、そのストーンキューブを攻めるのやめてください。それは僕の仲間なんです。僕は攻撃してもいいので、ストーンキューブを壊すのだけはやめてくださいと、懇願したんですが、お相手さん、攻撃してしまいました。さあ、ストーンキューブというね、僕の命の次に大切なお仲間が失われてしまいました。さあ、インビジブルをお相手さん発動して何をしてくるのかと思いきや、なんと、アイスキューブを私のエリアに押し付けてきました。さあ、仲間が増えたぞ、やったね、ということではございますが、お相手さんね、私のことをね、不用品回収業者と勘違いしてる可能性がありますね。ということで、次のターンです。さあ、くしくも私のエリアには3体の置物があります。この置物に守ってもらいながら、手札を整える、という点ではね、絶好のチャンスなのではないでしょうか。さあ、まずはキラーマンによって、お相手さんを麻痺させていきます。これで警戒心を煽る。さらにカラーポイントによって、何をしてくるのかわからないという恐怖を植え付けます。そしてカラーポイントからの変わり身というね、わけのわからないコンボを見せつけることで、さらにお相手さんを混乱に誘います。
さあ、お相手さんなんかチップ燃やしちゃいましたね。ということでね、これは私がね、お相手さんを油断させたのが功を奏したということでしょう。さあ、スチールパニッシュによって冤罪コンボを吹っかけていくということでございます。こういうことでございますが、エリア戻ってきてしまいました。相変わらずこいつは何をやっているんだと思っているに違いありません。さあ、ここはね、もう一ターンぐらい粘って次のターンで消えるということを考えてますね。さあ、お相手さんスラッシュクロスになったということはエリアを取ること準備ができているということだと思ったんですが、これエリア取れないですね。置物が邪魔です。さあ、スラッシュクロスになったはいいが攻めることができない。玉座に居座っている。私は玉座に居座っているということでございます。さあ、さらにサンクチュアルによって、守りを固めていく。お地蔵さんが邪魔をしている。さあ、大谷さん仕方なくエリアを取って、溜め打ちでお地蔵さんを壊してきましたということでね、かなり攻めあぐねております。さあ、エアレイド君出番はまだかまだかとね、待ち構えていますので、そろそろ閉幕といきましょうか。エアレイドアタックプラス30ダブルポイント、そしてホワイトカプセル、すべてを合わせることでお相手さんを一網打尽にすることが可能です。ですが、まずはお相手さんのね、変わり身を解除したいということでね、スチールパニッシュを発動していきます。さあ、発動していく。さらにここはスラッシュクロスのため打ちにエアレイドが壊されてしまわないようにもう一回スチールパニッシュを打とうとしています。さあ、打ちましたということでお相手さんをのけぞらせます。さあ、ここでダブルポイントを発動。さあ、木を伺っている、ここだということで発動してきました。さあ、ショートインビジブルを解除されたお相手さん、逃げる術がありませんということで、対戦ありがとうございました。お相手さん、サンクチュアリの上にいたのにもかかわらず、エアレイドが全てを蹂躙していきました。さあ、対策されていない今ならエアレイド使い放題です。皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。はい、ではね、今回の動画は以上となります。いつもご視聴コメントありがとうございます。ということで、次回に続く。じゃあね。